あいつ大抵やなおい。ちょっとね。うわー。人狼 RPG ルール説明。人狼 RPG とは、人狼ゲームにアクション要素と RPG 要素を加えたゲームです。役職は村人、人狼、共犯者があります。自分以外の役職は分かりません。村人は人狼を全滅させたら勝利です。特別な能力はありません。人狼は村人を全滅させたら勝利です。プレイヤーを一撃で倒せる人狼の脳を買うことができ、他の人狼を把握することができます。共犯者は人狼が誰かわからないが人狼の味方です。共犯者の目を使うことで人狼が誰かわかります。このゲームには夜と昼のターンが存在します。2分ごとに夜と昼が切り替わり、決着がつくまで繰り返されます。夜のターンはプレイヤー全員がミュートにするため会話ができません。夜になるとエリア内にランダムにスケルトンが湧き、倒すと 50% の確率でこのゲームの通貨であるエメラルドを獲得できます。昼になると残ったスケルトンは全て消滅します。そしてミュートを解除し、話し合いが可能になります。ショップはエリア内に点在しており、エメラルドで常時購入可能です。売っているアイテムや値段は様々です。その中でも重要なアイテムを紹介していきます。弓と矢はどちらも所持していると一度撃てます。一度撃つと壊れ、当たった人は即死します。人狼の斧は人狼だけが使える特殊な武器です。プレイヤーを一撃で倒すことができ、一回使うと壊れます。占いの権利は一つにつき一人の役職を見ることができます。誰でも何回でも購入可能です。ただし共犯者を占っても村人と出ます。騎士の祈りは夜にしか使えません。村人が使うと日が昇るまでの間無敵になります。人狼が使っても効果はありません。ルール説明は以上です。皆さんも人狼を予想してみてください。ブラゴー、なるほどね。なるほどね。プールはあれ、中村さんちょっとここアラバランスか。ここプール結構まあそうですね、使ってるスケルトン。あーちょっとプールしちゃった。なるほど。ちょっと譲ってくれませんかね。泳ぎたいな。離れますわ、僕。あ、すいません、ありがとうございます。あいつ、気使わしたな。あれ、あいつ大抵やな、おい。どうのやつ。うわー、ほんまに。だから心ないって言われんねや、あいつも。多いな。やばい、しる。多いわ、やばい。いやちょっと待って、ちょっとあの中村さんにあらば言ってくれって言うた手前あれやけど、絶対ルイスで死にかけたわ、危なっ。ありがとうございます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 。ちょっとあの、ありがとうございます。中村は行ってこうよ。あれ、はい、買い物してから行く。あれトントン、クソやろトントン。え、ちょっと、イカルさん、生きてるんですけど、ちょっと待ってください。俺ちょっと、いや、僕あのこの動画撮ってる最中にこんなこと言うのもなんなんですけど、あの地下でハマって動けなくなりました。なに、あれ、あー、助けに行きましょうか。殴ってブーストしてもらっていいですか。ハマって、こんな、えトントン。おー、言ってた、やったやった。そこハマるんだ。トントン、壁にハマるとか、お前ちょっと同人誌みたいな、同人誌みたいなもん。お前、一応占ったんすけど、僕はい、ウッ先生占ったんすけど、白でした。なるほど。これは守り通さねば。そう、でも共犯者の線あるよ。確かに、ゼロではない。まあ、これで落としきれるぞ。お前、おい、実はもう勝ちにいったねえだろうな、おめえよ。なんだ、見せてみろよ。全然聞こえない。確かに今の何があった、何があった。動揺してる、動揺してる。第二人格出てきた。マイクが俺できた、マイクが俺できた。
ちょっと待って、これどうしようどうしようどうしよう、ちょっと待って、あ、これ待て、いや待て、待つんだ、待つんだ、ジョー。いや、これ占い、占いは1個絶対買っとくべき、占いは絶対買っとくべき。いやー、待って、弓はとりあえず入れといて、そしてステーキを買う。さっそうと行き、さっそうと調べる、チラッ。おはようございます。え、ちょっと中部が今ちょっと、トントンさん、なんで、え、どうしたんすか今、弓矢の、やべえ、まあ、待って、今何が起きたんだ、まあ、とりあえず中野が、とりあえず中野が弓で、トントンさんが落ちたなって斧持ってた。あ、斧、じゃあ中野さんまず確定ね。確定、中野はそう、死んだ、生きてる、いや、まだ生きてます、まだ生きてます、いや、いや、潜伏してる、潜伏してる、してる、やばいね。で、その今混乱でまた減ったよ、ドサンサイ負けて一人やったよね、ブルクがやったって、誰がやった、これ弓だ、弓、え、スマイルじゃない、違うって、ブルク、いやブルク、これ、いや、この二人怪しい、怖えな。え、ちょっと待って、皆さん、とりあえず中野さんは見つけ次第は抹殺ということでいいんだね。あ、はい、ただ斧持ってるから、そうしましょう、けん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 、二つか、あ、でも肉買わねえとこれそろそろ死ぬな。え、でもこれ誰だろう、ちょっと中野先生を殺さないとならない、あれはやっぱりか、やばいやばいやばい、やばい、来ないで来ないで来ないで、死ぬ死ぬ、ほんまに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 死ぬ、おはようございます。こわっ、おはようございます。誰も死んでない、死ないね、オッケー、ん、人減ってるでしょ、声的に、声的に減ってるな、やべえ、減ってるよこれ、人狼何人だよ、あとは、え、あとこの4人と中目だけかな、やべえ、ごめん、ミュート切れてた、ごめんなさい、あー、びっくりした、あー、ああ、ちなみに中目2階で見たんですけど、多分誰も、あー、中野は潜伏してんのかな、多分潜伏だね、怖え、怖い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 、2回行ってねえよ、動きたくねえ、もう、まあ、あー、すいません、すいません、すいません、え、2階で見たんすか、2階で僕見て、え、スマイルは、行きました、僕は、え、やられた、スマイル、あれ、スマイル今やられた、あれ、え、中野にやられたのか、ちょっと待って、これ、人狼ピクサーさん、いや違う、僕、え、ちょ、裏裏あって、ほんとほんと裏あって、マジマジ村人だから、ガチガチの村人だから占って、俺残り一人もう分かってんねんな、誰か、そいつを殺したらいいから、ブルックさん、ピクトさんを殺したらいいんか、ピクトさんの信頼を得るために、弓と矢をそれで多分信頼を得れるはずやね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あれ、それで今何人、5人、5人じゃね、今誰だ、え、はい、キリアン生きてます、ゾンビ生きてます、ピクト生きてます、でも、中身生きてますか、全人狼なんですかこれ、自分以外いたとして一人二人、それな、なんかめっちゃいるよな絶対、ちょっと待って、でも誰、ほぼ誰とも会わないんですけど、まあ、人がいないですね、出れない、さすがに怪しすぎる、みんな、ピクトさんがの姿が全然見えへん、ピクトさんさえ殺せば、うん、俺は勝ちやから、透明化ポーションをやっぱ使って見つけに行くか、
それがなんか早い気するな。まだ8個やろ。もういけるな。おはようございます。おはようございます。ございます。長いですね。おはようございます。人狼のフリースラッシュでいいよ。あれキリアンは？あれ？あれ？え？あれキリアンは？キリアン死んだ？でも残り人狼？あれれ？おお、ピコさん怖い怖い怖い。ごめん、すいません。怖い。ピコさん怖いちょっと。ゾムさん今の怪しくないですかなんか。いや今のいや俺帽子持ってなかったじゃないですか。いや僕のこと見て来ましたよね多分。いや全然分からなかったんですよ。ピクロさんあの背景とどっかしら後ろ色ってこれはちょっと僕にちょっと気がありましたね今のは。怖いな。ナカムはまだ生きてんの？分かんない、見てはない。まあ生きてるだろうけど。生きてんのかな。いやいやいや、これ怖いな。どうしたんですか。いや、わかんないです。もしかしたら2人が人狼っていう、僕からしたらもう、まあ、それが一番ありえず、思ったらしいです。危ねえ。俺もさ、途中でさ、一回、トントンさ、多分僕のこと占いました、あれ。え？占いました、ね、違うね。中村さんですか？中村さんは、僕、占ったんじゃなくて、実は一個右にずれてて、シャークンさん占ってたんですよ。あー、なるほど。いや、俺、その時点でトントンさんに占われたと思って、トントンさん。あ、やっぱそうですよね。絶対これ、自分占われたと思って、殺しに来ましたよね。そっから、俺は、人狼 RPG じゃなくて、新しくのアサシンクリードみたいな。潜伏していかに人を殺すかっていう。いやそうだよ、なんか屋根登ってなんか飛び降りて殺すよ。やばい、これ間違いない。屋根から飛び降りて殺すよ。いや俺正直ちょっと俺傷つけられたわ、ほんと。いやほんとなんかブルックさんがなんかお辞儀してなんかジスみたいな、俺仲間っすよみたいな顔してやってきたから。